EX キーパー効果は触ってわかる。おお、何これ、なんか金をね触ってるかのような。はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、なんとこちら新築のお宅にお邪魔しております。しかもねこちらベンツですね。新築ですよね。しかも、新車のベンツということでね。どうも、オーナーさんが今日は来てます。カーポートはねないんですよね。すごい土ぼこりとね、なんか最近やっぱこの雨のこの花粉やらなんやらの汚れがすごいですね。キーパーコーティングはね紫外線による、痛みも、防げていいですよね。マジ？じゃあそれすぐにしないと、新車だし。そうなんですよ、キーパーショップね、全国にねいっぱいあるんで、ちょっとね検索してみましょう。うわー、いっぱいあるな。そうそう、全国にね、たくさん店舗もあるんで。よし、一番近くのキーパーラボ宝塚店に予約だ。はい、今日はね、予約しまして、キーパーラボ、宝塚店に今から行こうと思います。今回ね友達が一番いいのにしてくれということでね、キーパーラボの中でも一番いい EX キーパーというものを施工しに行きます。これね2020年の2月に、発表された新製品ということで、楽しみですね。お、キーパーラボ宝塚店、やってまいりました。どうも店長、お久しぶりです。あ、どうも、お久しぶりです。はい、今日はよろしくお願いいたします。お待ちしておりました。はい、どうぞお願いします。お邪魔します。よろしくお願いいたします。今日はこれ、あ、これですよね、EX キーパー新登場ということで。はい、あ、これすごいですね、この厚みこんなに。非常に厚みのある、コーティングを施工させていただきます。今日はでは店長、早速よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。車で気になるところございましたら教えていただければと、はい、あ、そうですね、下回りとかね、はい、なんか結構この辺汚れちゃうの嫌だなと。あとは特にまだ擦ってないみたいなので、ね、とても状態は綺麗だと思うので、このままコーティングをさせていただきます。よろしくお願いします。あ、これこれ、新発売、EX キーパー効果は触ってわかる。そうなんですよ、これね触ってわかるぐらい効果がわかるらしいんですね。そうそう、これ施工前にねちゃんとシートカバーしてくれます。うわー、すごい、こんな洗車機あるんですね。すごい、店長素早い。2回洗うのね。ピカピカにね、洗車してくれましたね。いや、もうこの時点でかなり綺麗です。今から過剰なまでの美しさ EX キーパーを施工いたします。店長、まずはこれですよね、プライマーガラス。プライマーガラス、ベースのガラス皮膜を塗っていきます。まずはね、プライマーガラスを塗っていきますね。その次に圧倒的な厚みの新開発 VP326 を塗っていきます。 EX キーパーをね施工するとまるで濡れているようなツヤと透明感が手に入りますね。で、走行中のねボディも反射してツヤが出るらしいですね。いや、本当にねボディが反射して見えるんですよね。特にねこの薄暗い場所でもその反射のある透明感がわかるみたいですね。いや、しかしねこんな細かいところも丁寧に施工してくれるんですね。すごい、ライトで確認してる。チャイルドロック、あ、はい、危ないから、空気に触れると硬化が始まっちゃうので。あ、そんな繊細なんですね。はい、使用後6時間後には破棄です。これが噂の VP326。 はい、
ちゃんとねマスキングしてるんですね。いや圧倒的なね厚みのある、新開発 VP326 プラスプライマーガラスということでね、いや過剰なほどのツヤが続くみたいですね。最初に塗ったねプライマーガラスだけでもダイヤモンドキーパーのガラス被膜に匹敵するらしいですね。いや見た目だけでも綺麗なんですが、触ってもわかる、明らかな違いがあります。いやこの撮影の時ね実は雨が降ってたんですけど、いやオーナーさんがね気になってたあの泥水の水跳ねですよね、あれにねなんかミネラルがね水分の中に含まれてるのでボディに付着しやすいらしいんですね。 EX キーパーのねこの VP326 の被膜は有機質の性質を持ってるので水しみなどの定着を根本的に防ぐことができますね。一パネルごとで仕上げていってます。やっぱそれぐらい集中力が必要だということですかね。そうですね、施工中はすごい集中してやってます。ダブルダイヤモンドキーパーの時よりも作業は時間がかかりますね。あすごいね、やっぱ作業が丁寧だなと思います。しばらく置いとかないと乾かないんですよね。施工後に6時間ほど乾燥時間は設けてます。もう触るとすごくスベスベします。あそうなんですか。はい、膜1枚貼ったみたいな、はい、膜感はすごいと思います。あそんな感じがするんですね。ちょっと乾いたら触ってみよう。いやピカピカに、ね、なりましたね。次はねマスキングを取って仕上げに入ります。最後のね仕上げのチェックをしてもらってます。どうですか、あの仕上がり具合どんな感じですか。仕上がり具合もう全く拭き残しはないんですが、はい、念のためもう一度仕上げてます。もう今触り心地もすごくすべてします。触ってもらってもあいいですか。大丈夫ですよ。本当にすべすべ、この辺大丈夫ですか。はい。おお、何これ、すごいすべすべする。なんか引っかかりがないですね。布地を触ってるかのような、なんか、ね、金をね触ってるかのような感じですね。最後はねタイヤワックスもしてくれてピッカピカですね。あ、やっと施工終わりました。定着するのにやっぱ 5,6 時間かかるんですね。はい、こちらの施工の証明書、はい、今日発行させていただいてまして、はい、この日頃のお手入れの方法、今、施工 5,6 時間経ちました、はい、で水に濡らさない状態作ってます。で、1週間、経ちますと水での手洗い洗車ができます。あ、1週間待たないとダメなんですね。はい、1週間だけお願いいたします、はい。で、その後1ヶ月経過しますと、自動洗車機での水洗車が可能になりますので、はい、こちら1週間から1ヶ月、はい、こちらだけ注意してください。はい、わかりました、はい。で、また1ヶ月点検がございます、はい、来月お持ちいただければ洗車無料でさせていただきますので。こんなのもらえちゃいました、ね、キーパーラボさん宝塚店、国道沿いなんですよね。はい、国道176号線沿いですね。はい、タケ TV を見た皆さん、ぜひとも宝塚店に来てね。ではね、今から撥水テストしてみようと思います。この日はね、あいにくの雨ですが撥水テストしてみます。おお、すごい、めっちゃ弾く。いやーこれでね、雨の日も強い撥水で雨上がりも目立った水垢なし、洗車回数も減るね。できました。めっちゃ綺麗になった。バクツヤやな。EX キーパーは6年保証、2年に1度のメンテナンスが必要です。ノーメンテナンスの場合3年持続だよ。雨だけど濡れても安心だね。これって洗車機通してもいい？いいと思う。はい、いかがでしたかね、EX キーパー。いやすごいね、水弾きしてましたね。それでね、何より触った時の感じがだいぶ違いました。詳しくは下の概要欄に貼ってますので皆さんクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで EX キーパーでした。じゃあね、もう一周